さて、たっぷり5時間かかってグアナファトに着きました。なんか気になるのは、ちょこちょこなんか日本語あるんですよね。メキシコと日本ってそんなにつながりあるっけ？グアナファトとか、私メキシコ来るっていう段にならないかったら知らなかったですけどね。エントリーって書いてあるけど、このグアナファトのバスターミナルは市内から結構5、6キロ離れてるんですよね。なので市内に向けてローカルバスに乗りたいと思います。めちゃくちゃタイミングよく乗れましたね。ローカルバスセントルまで8ペソです。いやー、市内着きましたね。すごいな、活気あるな。なんか平和な雰囲気ですね、街が。シティセンターです。グアナファトに来まして、早速トラブルが起きました。ブッキングドットコムで予約した1週間分もうすでに料金を払っている部屋があったんですけど、見つけられませんでしたね、その場所を。住所通りに行ったんですけど全く存在せず、全く違う建物があるという感じで、で結局、チェックインできず、野宿が確定しそうだったので、もう慌てて近くの、まあ、ちょうどもう重い荷物を持っての移動も嫌だったんで、近くのホテルに一泊チェックインしました。まあ、なんせ1週間分も取ってるんで、明日もう一回場所を探して、連絡してみて、たどり着けれればいいなと思うんですが、ちょっと外れにあるんですよね。センターから、まあ、15分ぐらい歩いたところになんですけども。なんかめちゃくちゃ活発な公園。みんな格闘技してたりとか、走ってたりとか、地元の方々がめちゃくちゃ活発に運動してる。健全な街ですね。街の人が生きてる。だから坂道ダッシュしてる人もいるし、ここね、坂道ダッシュしてますよ。これはすごいな。健康ブームなのかな。めちゃくちゃみんな運動してるな。なんか爽やかな街ですね。とにかくみんな運動してて健全。グアナファト、アクシデントからのスタートですけど、いい時間を過ごしたいと思います。手で食べるんで、このご時世若干抵抗ありますけどね。まあまあまあ、あとこの大衆食堂なのにサックス生演奏っていう、大衆食堂で生演奏を聴けるというね、素晴らしい。安定のうまさ。
早速ピピラの丘に登ってみようと思います。まあ、時間も時間なんで、ケーブルカーでサクッと往復したいと思います。60ペソでした。最高の夜景が見れるということで、はい、楽しみです。ピピラの丘に登りましょう。夜ですけど結構露店が、まあもう畳み始めてますけど人気もすごく多いのでピピラの丘自体は、安全だと思います。